shift. はい、ペンマイズマイペンでございます。ギターのパブロです。はい、ベースヨシです。アクセス。はい、ボーカルのあれ、ケイ君は、まあ、安定の欠席ですね。安定の欠席ということで、安定の欠席ということで、はい、なるほど。なんか久しぶりですね、この感じもね。ペイマニトゥーマイペイントして仕事、こう仕事してる感じなんですけども、そ、ね、そ、以来ですか。そうそうそうとかね、あのとか言ってね、こんなことばっか言ってるからね、いつまでたっても結婚できねえんだってね話なんですよ。本当にもう、あのあれでは向こうの親がそんな動画見たらどうするんだって話だもん、ね。はい、ザブラの嫁さん募集、こちらまで。はい、こちらまで。というわけで、どうですか最近は、皆さんどうされてました。まあ、ペイマニトゥーマイペイントとして活動はもう中断休止というか活動停止してますけど、最近はもう絶賛ね、はい、やっと終わったことね、マスタリングもね。なるほど、そうなんです。作業が大量で、さあ大変でした。そう、ということで、12月の6日に、はい、ペイマニトゥーマイペインデビュー10周年を記念して、うん、コンプリートボックスを発売する。はい、そういうわけでね、まあ、その今日はですね、はい、つい先日その実物が出来上がりまして、はい、実際今日はその実物を、なんかみんなで見て、うん、開けていって、うん、どういうものかっていう商品かっていうのを動画で紹介しようかなという。俺まだほんまに見てへんから。マジで？え、見てないの？見てない。あ、そうなんだ。この日のために。昨日だからね、届いた。そうそう、俺はね、家帰ってそこ開けたよ。ビュービュービューって俺は夜まで我慢して、あ、じっくりじっくりさ、これ性格現れるね。びっくり見て、で家族みんな寝た後に一人で酒飲みながら、うわすごい。俺なんか風呂上がりでパンイチとかでビュービューってマジで。うわーみたいな。俺寝てた。あ、届いた時。寝てた。いや、届いたのも知らん。どこに入ってたの？なんかね、新聞置きにあの不在通知が入ってた。あ、そういうこと。まだ受け取ってないってこと。受け取ってないんかい、それだけ。なるほど。というわけで、じゃあちょっと早速ね、その物の方を入れよう、はい、コンプリートボックス出ました。はい、こちらになっております。ピザみたいな。おー、かっこいい。ピザいけてる。見えるかな。じゃじゃーん、これコンプリートボックス。この大きさ、この重さで、うん、これずしり 2.2kg。 おお、測った。あ、そうや、あげてた。まあ、これが商品、まあ、コンピュートボ、まあ、これ箱には見えないんですけど、これ外装袋になっておりまして、うん、T シャツ付きなので、そう、T シャツ付きなので、後ろに、はい、サイズが書いてある。これは M サイズセット。かっこいいな、これ、はい、ということで、店頭で手に取って購入される方はこの後ろのサイズ表を見ていただいて、まあ、SML とございますので、これを参考にして買っていただけたらな、うん、で、まあ、これが正面、はい、まあ、いろいろ、まあ、いろいろ書いてあります、中に何が入っているかみたいな。というわけで、早速始めてみましょうか。開封の儀。開封の儀、ドドーン。はい、じゃあ開けてみましょう。これも外装のね、これはあくまで外装だからね。そうそう、あのこれをポッキーとか、ポッキーじゃねえ、なんかお菓子のピリピリみたいな、ドーンドーン開けると、さらに袋になっております。紙ね。そう、紙の、なんかアメリカとかで使われてるセメント袋らしいんですけど、うん、まあ、これにもこう中のコンテンツをいろいろ書いてありまして、じゃあ出してみましょう。こうなってます。はい、こうなってます。今離れてる。あら、うん、出してみましょう。中に何が入ってるのかな？箱と T シャツ。これってさ、両方取れて出しちゃっていい？これってカバンにもできるよね。できるね。そうそう、入れ物にもできる。結構頑丈。うん、頑丈です。って言ってるときビンって出しちゃって。ででーん。ででーん。はい、お、この中にこれザックスと、はい、入れると、T シャツが入っております。はい、T シャツ、まあ、1個です。これ後でまたじっくり見てます、はい、そして、これ感じは止まる？うん、持っといて。で、これがコンプリートボックスになります。ガーン、ヘマリツマイペーンって言うんですけど、今日ね、はい、すげえ。裏はどうなの？裏も、まあ、ちょっと見えづらいと思うんですけど、だいぶの写真。はい、じゃあちょっと開けてみましょう、中何入ってるか、はい、あの普通に開けてみる、うん、ででん、ででん、まず一番上にこう来ますわ。これ何ですか？これは、あ、まず CD、CD ケースですね。 CD、かっこいい。
CD、まあ、あのこれですね発表してありますよ全曲、はい、そして、ライブとか PV とかディスク回数、はい、はい、次このデデンデデン72ページのブックレット、ブックレットでかい、ボリュームあります。じゃあはい、次行きましょう。デデンデデン、アナザーデイカムズの LP、 初のレコード、アナザーデイカムズ、ちょっとなんかレコード出してみましょう。デデン、入ってるのかな、レコード。おお、いいっすわ。こんなね、ずっと出してなかったからね。分厚い、分厚い、分厚いっていうのね。はい、はい、で、まあ、これがね、はい、よろしい、はい、はい、次が入ってるのが、入ってるのがポスターですね。ポスターでございます。はい、まあ、大体中入ってるのは、はい、大体こんな感じというわけで、じゃあこれまた一個ずつ見ていきましょうね、はい、うん、じゃあまずポスターいきましょうか、ましょうか、うん、じゃあポスター、どんなポスターでしょう。これかなりオーバーになってます。多分このサイズのポスター出したことないんじゃないですか。ない、でかい、でかい、これ出てます、ね、ライブの、これどこなのね、ライブのね、これはユニットじゃないか、ユニットライブで、なんと表はこれで、裏面もあると。どどん、これアウトオーマイハンズの PV 撮影した時に、うん、はい、撮影した写真のポスターで、まずポスターこんな感じで、お好きな方を貼ってください。はい、じゃあ次はブックレットいきましょう。ブックレット、はい、ブックレットお願いします。はい、はい、ブックレットなんですが、まあ、ここ表もいろいろ書いてあるんですが、まあ、中に全曲の歌詞カード、まず歌詞カードがわーっとあります。リメンバーでね、ジーンとかだったりとかね、全曲がありまして、歌詞がありまして、で真ん中の方に写真が、またレア写真というかね、ちゃんと出してないと、なかなかこうかっこいい写真が入っています。でさらに中にはこうエモい曲、昔の写真、これほとんどつよぽんそうねの個人ライブラリーというか、うん、昔のそれこそ我々がデビューした頃で、まあ、友達とかもいっぱい写ってるし、ジンクもいっぱい写ってるし、まあ、ちょっとこういう写真がいっぱい入ってて、これも楽しめるから、うん、すごい、これもね、昨日久しぶりに見たんだけど、すごい枚数あるね、うんうん、これすごい、どういうこと、個人的に俺が PTP っぽいなと思ったのこのね、うん、追加公演決定無料ギグっていうそのフライヤーがあるんだけど、チラシね、昔やったライブのね、こう覚えてたんだけど、文字読んだら、うん、まあ、三鷹ロックス5日祝ヒロ帰国パーティーって書いてあるんだけど、うん、追加公演で無料でやったやつなんですけど、うんうん、あのまあ出演版 DJ 三鷹ロックスサイドロープスウェービットファーストミネーションファンバスジョンテーブルテン、一番下に書いてあるのは、なお当日は全員ただの酔っ払いですのでご了承くださいなるほどねよく下げ強もよく飲んだよねこの時期 ね常に缶ビール持って歩いてるみたいな感じでしたからね。あ、これもね、オープン20時、スタート適当って書いてある。オープン20時、スタート適当。ひどい。誰もイベント仕切る気がないっていうね。ひどいですね。濃いね。濃いね。まあ、そういういろんな写真が、うん、はい、ありまして、そして、この、まあ、ブックレットメインのコンテンツなんですが、インタビュー、うん、各メンバーというか、まあ、我々3人ですけども、3人約、1万2000だっけだよね、うん、約1万2000字、1人につき1万2000字、3ページ分のインタビューが、あります。さらに、プラス我々の制作ディレクターである田中健太郎氏のインタビュー8000字、初だね、これね、初だね、まあ、PTP に関して話してる、まあ、これを読むと割とこう PTP をもっと深くより分かるというか、まあ、どういう気持ちで今まで PTP をやってきたかみたいな感じだよね、話としては。これ僕3人分、まあ、4人分読みましたけど、かなり面白いなって。すげえ面白い。面白いよね、うん、みんなバラバラで違うところ、誰が何言ったの知らないんだけど同じこと言ってるんですね、そうそう、すごいそういうのがあって、なるほどな、面白いな、
これかなり読み応えがあります。これ読むだけで相当時間かかります。そして、その次に、PTP の全曲のセルフライナー紹介ね。そうライナーノーツとか、まあ、曲に関しての思い出とかこの曲はどういう風にしてできたのかみたいなコメントを、まあ、各メンバー、まあ、各メンバーっていうか、まあ、それバラバラなんだけど、まあ、あとスタッフも交えて、うん、PA の方だったり照明の方だったり制作に携わっている人の、まあ、いろんな人のコメントをこう集めてそれぞれの曲解説というか、まあ、それにまつわる思い出とかを語ってます。これもかなりね実はボリュームがあって、まあ、文字も小さいんですが、なんであれなんだけどこれもかなり文字量あるね。読み応えかなり十分ある。例えば読んで読んで、うん、例えばじゃあパッと入った、うん、ディスク 4-6 6曲目ゴッドドライブ、これ京本さん歌ってくれてる、うん、これカンちゃんの、うん、大好きな先輩京本さんに歌ってもらって初めて見た彼のレコーディング姿強烈だったの、てんてんてん、生々しく獣のようなシャウトに震えたよザックス。なるほど、うん、こういうのが全曲渡って書いた結構これもまたあれだよね獣のようなまあ、まさに ね獣のようなことですあとなんかちょっと紹介できるものありますか、まあ、もっと普通の俺の全部短い、うん、だから短いね。じゃあねこのディスク1の4一生懸命考えてんで、ルースイワオン、うん、カリフォルニアのスタジオでメンバー全員で一発通り興奮したな、荒々しくまっすぐなパンクハードコアザックスいいっすね、いいっすね、いいっすね。これをまたメンバーとかね、いろんな個性がコメントごとに現れてますよね。もう一個読んでいい？ディスク1-5 The Sun Love and My Self 鬼のブラストビートから始まるファーストコア3部構成、33テイク取って32テイク目が採用、右足が股関節に埋まり上がらなくなりしばらく苦しんだキラーチューンザックスいいねいいねいい、まあみたいなのが全曲、そう全曲が書いてあります、はい、まあ、うん、これがまあまああと後ろにもまあスペシャルサンクスとかもありますけど、うん、まあこれ歌詞も全部載ってますし、和訳に関しても載ってますし、まあこれでまたね BTV の曲ちょっといろいろこう振り返ってと、うん、またね、うん、たっぷり楽しんでもらえたらなと思います。はい、はい、これブックレットになります。はい、はい、じゃあ次 T シャツいきましょうかね。じゃあはい、これ T シャツ皆さんね、デザイン気になってる方多いと思いますけども、うん、出しちゃいます。 T シャツのデザインはどん、どん、ちょっと広げて、はい、バイーン、バイバイ、こんな感じになっております。これはゼップ、そこのカメラに見せて、ゼップで振らせたお札ですね、うん、はい、ゼップで振らせたお札をいっぱい集めて、集めてそれを写真に撮り、またそして裏面が、裏がかっこいいね、裏もテーマに、テーマ店員さんにバーサル、はい、これが T シャツが入っている、はい、これが M サイズ、これはボックス買わないと付いてないんで、そう、はい、またこれね、 T シャツだけ抜いて売るとかそういうやつ出てくるから、うん、買わないでください、はい、はい、買わないでください、テーマにね、うん、いいじゃん、これはね、タド君がね、タド君はね、今まで PTP ラディアルのラディアルのタド君がやった、はい、次、じゃあ次は CD かな、うん、CD いっちゃいましょう。まあね、PTP のファンの人はねCD だからみんな持ってるぞと、うんうんうん、思う人がいると思うんだけど、確かに、まあでもこのね、他の要素だけでも買う価値あると思いますが、なんとこの CD ですが、じゃじゃん、ピクチャーディスクになってるんですね。ピクチャーディスクになってるんですね、各メンバーの顔だったり、これはいいね。これでもピクチャーディスクにしたらと言ったのと強っぽい、ね、そうそうそう、さすが、なんかあのカンちゃんに限るとさ、スターウォーズがなんかキャラがそうだ、うんうんうん、なんかそういうのいいね、うん、はい、まあ、CD とブルーレイね、たくさん入ってる、はい、ということでございます。プレステ3、4とかだったら見れるかね、うん、はい、というわけで、じゃあちょっとボックスを最後にやります。はい、まあ以上ですか、うん、これで全部になりますか。まあそうですね、はい、まあ、あとは実際自分の手で、うん、手で取ってみてもらって、うん、これはアックスのライブの時かな、
の写真ですね。まあ、PTP コンプリートボックス、まあ、内容は、こんな感じになっておりますが、どうですか皆さん、改めて今見てみて。いやまあ2万円ってさ、うん、2万円って聞くと高いけど、まあ、これ内容からしたらすっごくない？まあまあ、タナケンさんと俺それで喧嘩したからね、うん、喧嘩はそれで喧嘩はしてないんだけど、タナケンさんと俺が喧嘩した時に、まあ、今回のことでね、なんかタナケンさんにちょっと文句言ってぶち切れられて、うん、ふざけんなこの野郎、この仕様も俺がいねえとありえねえ、ふざけんなって怒るぐらいまあありえない内容ではあるんだ。まあありえない原価がかかってるねこれはね。かかってかかってものすごいかかってる。まあぜひ手に取ってもいただいて、うんうん、ね、大切にしていただけたらなと思いますけど、ね、はい。なんかありますか他に、ね、告知とかありますか？なんか大丈夫か。まあでもね、初めての人も、うん、持ってる人も、うん、あのこれで全部わかるか。うん、そうだね。PTP のこと。そうだね。うん、まあね、僕としてはね、インタビューの中でもちょっと言ってるんですが、まあやっぱりあの活動を休止してからファンになった人とか、うん、に対してはやっぱり一緒にこういうね、PTP のリリースをこう迎えられるっていう、まあある種こうお祭り的なことだと思うんで、リリース。うん、まあそういうのも一緒に、うん、新しくファンになってくれた人とお祝いできたらなっていうのも気持ちもあるんだ。まあそんな感じですかね、うん、はい、はい、これからも PTP のことよろしくお願いしますということで、はい、はい、じゃあ以上でいいかな、うん、はい、じゃあ以上ペイマイトゥマイペインでした。はい、良いお年を。良いお年を。